皇様を追ってきてみれば、ご長男の匠様まで追いかけちゃって追い越し。オープニングぐらいちゃんと歌わせてやれよ。どうした正宗？いや、なんでもない。突然わけのわかんねえやつだな。そんでよ、話の続きだけどよ。おう。行方不明になった匠こと俺を探しにこのスラム街までやってきた弟の甲が、兄さんが家に戻らないなら俺もここに住むって言って俺が雇われてる三国探偵事務所に転がり込み、事務所メンバーが匠甲、お前こと正宗、秘書のミアの4人となったじゃん。なったね。説明もなく始まりすぎって一気で言われたこと気にしてんの？え？一気って何？言ってる意味が一かけらたりとも理解できない。飯買ってきたぞ。ああ、外にいたでかい女、お前の関係者じゃないだろうな。お前を追ってきた実家のやつとかじゃん。まさか。俺だって兄さん探しにここまで慎重に抜け出してきたんだよ。もしその人が追ってだったら、下から飯食って口からうんこ出しますよ。おお、言ってる。忘れんなよ。嬉しい。はじめまして、三国探偵事務所の皆様、そちらのご兄弟をお迎えに上がりました。島に暮らす。いや、いきなり何の祭りですか。何が。慎重に抜け出してきたんだよ。このクソ居所割れてんじゃねえか。薬病神、貧乏神、クソ虫、なぎさ、ロンゲ。怖い。俺、あの家にまた戻らなきゃいけないの。出た、所長名物嘘泣き。聞くわけねえ。匠様、聞いた。改めて自己紹介させていただきます。そちらのご兄弟のお父上の下で働かせていただいているナナと申します。この度お父上より皇様を連れ帰るようにとの命を。皇？じゃあ俺無関係じゃねえ。え、ずるいよ兄さん。あ、でも見つけたからには匠様にも戻っていただいた方が。嘘。やだやだナナちゃん、僕帰りたくない。あの敵と味方を見分ける能力には感服するわね。なぜそこまで帰りたくないのですか。うちに帰ったらコウがいじめるんだ。だからコウから逃げてここに来たの、グズン。速攻責任転嫁。嘘ですよ、ナナさん。バクね、大きくなったらこの町で福山潤になるんだ。そしてお姉ちゃんをルッチやドキやティナやケータに合わせてあげる。なんて夢いっぱいな。騙されてる。えい、何が大きくなってねえんだ。今年で28のくせに。俺は妖精だから年は取らねえんだよ。どうしてシラフでそういうことが言えるんだ、あんたは。わかりました。今回は見なかったことにいたしましょう。いいんですか。ええ、未来の福山潤を潰してしまうのは忍びないですもの。お父上にはうまく言っておきます。ナナさん。まあ、たとえごまかせても任務失敗で減給でしょうけど、あなた方は気にすることなく楽しい毎日を過ごしてくださいね。非常に恩着せがましいお別れの言葉ありがとうございます。いや、減給どころじゃ済まなくてですね。解雇されて今ではフリーの便利屋です。あ、皆様を責めてるわけじゃありませんのよ。なんかうちにたまる人間が増えた。